らがステンレス板です。ステンレス板に穴が開けてありますので、取り付けたい場所にこのステンレス板を置いて、穴位置をペンでマーキングしていただきます。そして、ドリルで穴を開けていただいて、穴の大きさを6ミリにしていただければ、このカールプラグ、付属しているカールプラグが入りますので、それを穴に埋めてください。と、飾りビスの構造ですが、これが一番上のトップの部分ですね。外します。トップの部分です。で、これがアクリルを挟む厚みを浮かせを持たせるナットですね。あ、ボルト。で、付属しているビスをこういう風になってますので入れて、そしてこのステンレスの穴ですね、ちょっと養生しますけど、穴に入れてビスでドライバーで揉んでいきます。これを4箇所していただ止めていただいて、でこの浮かせるためのボルトを、アンカーボルトをはめていただいて、でこちらですね、名板、今養生してますけれども、透明のアクリル板の名板を穴位置がありますので、こういう形で刺していただいて、見えますか、でトップの部分で締め込むと、構造的にはこういう形になってますね。こちら壁にこの板をフラットでベタッとつけていただいて、壁に穴を開けていただいて、これが一番わかりやすい構造ですかね。という形で取り付けていただくといいかと思います。